はい、どうも、リスです。本日なんですけれども、札幌にサイてティ語らせて、やーということでですね、まあ、かさら語らせて、やーのコーナーでございます。えもともとですね、本当であれば、えー、佐賀のサマーチャンピオンの、えー、最終結論を取ろうと思ったんですけれども、まあ、延期してしまったということで、急遽、えー、こちらの動画を先に、えー、出させていただきます。 で、まあ、あのー、語らせて、やというね、まあ、本題に入る前にですね、まあ、ちょっと、まあ、かっこいいじゃないですけれども、今週の成績について触れさせてください。えー、火曜日、水曜日の地方重賞の、えー、動画出したんですけれども、まあ、ある程度ね、伸びてくれてありがとうございます。まあ、その中で、まあ、ブリターズーゴルトカップではで、ホメで、リカダ、対抗サムリザルト、で、抑えに、ドライゼ、で、えっ、ー、とー、動画出したんですけれども、最終的に、まあ、この3トンの3連覆1点だけを、 えー、購入させていただきまして、えー、25倍かな。えー、まあまあ美味しい。おッつで奇襲することができました。ありがとうございます。で、水曜日に関してもフリオ、不良層レジェンドカップですね。えー、本命何はさておき、えー、単穴リンゾ蔵チャンネルということで、まあ、穴馬も3着に来てくれて、まあ、ただね、あの、買った馬券というのは何はさておきの単勝1点というところで、まあ、6.5倍かな ?6、3倍かな ついたんですけれども、まあ、この馬が6倍つくならというところでね、単勝にして、まあ、見事突き抜けてくれたと。だから言ったんですよね、うん、私ね。本当に、まあ、距離延長でパフォーマンス上げるよと。あれだけ言ったのに3番人気6倍ついてるのはありないんですよ。もう本当にありがとうございます。はい、まあ本当に銀行レースだったかなと思っております。でまあ地方 競馬7連勝中ということで、まあ、非常に調子いいんですけれども。本当にね。ありがとうございます。まあ、買い目に関してはね、直前オッズとか見たいんで動画ね。出してないんですけれども、まあね。まあ見たいという方が多かったら、まあちょっとメンバーシップ解禁されたらそこに投稿していこうかなと思いますのでぜひね。今のうちにチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。 それでは早速ね、まあ、本題に入っていくんですけども、今回、えー、3頭挙げさせてください。1目、アースクシュタインですね。まあ、新馬戦とコスモス賞を連勝してここまで来ているんですけれども、まあ、どちらも戦ってきたメンバーレベルというのは、えー、いかんせん低いのかなと思っております。えー、コスモス賞では7頭立てというところに加えて、うち4頭が、えー、門別からの馬ということで、まあ、ちょっとね、地方馬が半分を占めている。でさらに言うと、 えー、中央馬の1頭っていうのは辛抱サイドで、えー、脱落と <coughs> かなり恵まれたとか恵まれすぎたレースになったかなと思います、まあ、そこでね7馬審査で1.1秒をつけて勝ちっていうところで、まあ、インパクトとしてはねすごいあるんですけれどもまあ内容が薄いよねっていうところに加えて、まあ、キングスコールの回避っていうところで想定一番人気 になってるんだったら、まあ疑ってかかった方がいいのかなと、個人的には思っております。で、まあ、洋芝2 0に戦してね、まあ洋適正っていうのはあるので、まあ勝つ、とかね、勝ち負けになってもおかしくないんですけれども、まあね、勝負にならない可能性っていうのもありますから、まあそんな馬をね、一番人気で、まあ買いたくないかなというのが本音でございます。 え続いて2投目ですねアルマベロチェ上げさせてください、まあ、前走はね終始ノースタンダードに絡まれながら逃げる競馬ってなって、まあ、かなり厳しい展開のようになったと思います、まあ、その中でね直線向いてからもう一ろのびして押し切っての勝利っていうのは非常に評価していいかなと思います、まあ、ただ、まあ、決闘的にねもう少し短い距離の方がいいのかななんて思ったりもしているんですけれども まあ、平坦コースの世代戦なら、まあ、なんとかなるのかなというのが本音でございます。まあ、同コースのね、勝ちくらあるっていうのは非常にプラスに働きますし、まあ、想定でここまで人気がないのであれば面白いかなと思います。で、さらに言うと、新馬戦2尺のリアンベーレっていうのがね、実装、大敗していて、まあ、さらに力関係を見てね、さらに美味しくなるのであれば、なお嬉しい限りでございます。 はい、えー、続いて3投目ですね。マでこのまし馬戦の内容はねシルバーレインっていう有力馬に勝ってたりするんですけども、まあ、D コース代わりに加えてスローペースっていうところで、まあ、前よりね決着の中ね、まあ、先手取って逃げて揺れ競馬してて。 まあそこまで評価できないのかなとは思いつつも、まあ3、4着はね、すでに勝ち上がってますし、6着の馬は、えー、自走が2着。で、2着と8着の馬も、自走以降ね、掲示板確保しているということを考えると、メンバーレベルっていうのは、まあそこそこだったのかなと思いますので、まあそこまでね、評価下げる必要はないのかなと思います。で、まあここまで人気がないのであれば買ってみてもいいかなと思いますし、 まあただね、逃げ馬というか、この馬もそらく逃げると思うんですけれども、まあ、アルマベローチェも逃げると思いますし、まあ、そこでね、ハイペースになってしまったら総じて潰れる可能性っていうのもあります。まあ、岩田パパが今回、戦後作で乗っていくのか、まあ、控えた競馬を教えるのか、まあ、ちょっとどちらかわからないんですけれども、枠、まあ、っていうところが。 非常に大事かなと思います。1枠に入ってくれたらおそらく逃げると思うので、その時になったら買いたいなと思います。はい、というわけでね、まあ、さんと語らせてもらったんですけれども、まあね、ババがどうこうっていう前に台風の影響で開催、まあ、も危ぶまれているので、どうなることやらって感じなんですけれども、まあ、 ね、本当に去年というのはあれですけども2020年、21年、22年とうだ、まあ、しジオグリフ・ドゥーラで、まあ、g 1級のまを輩出してますし、まあ、クラシックに向けて、ねまあ、かなりの出世レースにはなっているので、まあ、非常に楽しみですね。で今回、ね、メンバーレベルというのも、まあ、どんぐらいの背比べだろうと思いますし、まあ、展開枠、その辺で、ね、頭一つ抜けてくる、まあいると思います。 まあそういった馬がね、穴馬だったら嬉しいですね。はい、本当にいい配当が期待できそうなレースにはなっているので、まあ、楽しみたいなと思います。それでは、お疲れ様でした。また明日。